おはようございます。誰が呼んだか心優しきパンクロッカー山田バサラです。本日はですね、北中城村にあります戸口豆丸さんというコーヒーでですね、僕の YouTube にも以前又吉ゆいちゃんが出てくれましたけど、今日はですね、なんと自己紹介せっかくでご本人から、はい、はい、私から、はい、がいいんじゃないですか。あ、そうですね、はい、あの漫画家イラストレーターの福原さないです。よろしくお願いします。漫画家イラストレーターの福原さないさん、はい、僕出会いはですね、去年の11月でしたかね、はい、うん、ね、あの沖縄の、うん、沖縄県立博物館美術館のギャラリーで行われました、はい、マイピースアートプロジェクトっていうですね、まあ、あの絵本作家さんとか、あとは何ですか、どういう団体といえばいいですか。マイピースアートプロジェクトは、マイピースアートプロジェクトはあのそうですね、うん、まあ、ものづくり、ものづくり、はい、まあ、絵を描いたりとか、はい、文字を書くのが好きだったりとか、さ、うん、まざまなあの創作活動が好きな方たちが集まって、はいはい、僕のイメージはちょっと、もう僕のお友達もいるので、うん、イラストレーターが多いかなっていう感じがしますが、そうですね、はい、イラストレーターさん、はい、でしかもみんなあのそれぞれタッチが全然違う、ね、はいはい、その中でごめんなさいね、はい、うん、あのその中で、はい、僕は展示会見た時に、はい、福原さないさんの絵に、はい、ときめきを覚えてしまいましたよね。ありがとうございます。で、まあ、いろいろ理由はあるんですけど、まず、はい、まあ、絵のタッチが可愛らしかったというのと、はい、あとは僕犬飼ってるので、はい、そこもすごく惹かれまして、はい、せっかくなんで紹介していいですか。はい、よろしくお願いします。これです。もしかしたら僕 YouTube で宣伝したことがあるかもしれませんが、チュラのお出かけというですね、これ福原さないさんが描いているイラストで、特に僕はどれだったっけ、これです、これこれがですね、ビリビリときましてですね、ずっと頭の中にあって、なんかずっとあのツアーグッズとか考えていた時に、福原さないさんのデザインで、うん、うちのワンコの小三郎をデザインしてもらえないかなと思ったんです、はい、で先日思い切って、はい、ラブレターを送ったところですね、はい、まあ、今のところですね帰ってもらえそうな雰囲気なんで YouTube 望んでますが、今日豆丸さんも来まして、はい、できれば、まあ、僕のすごく仲良くしてます、うん、豆丸さんをこの建物を背景にデザインできないかなと思ってるんですが、はい、すいません、僕が喋りすぎましたので、さなえさんどうですか。今日いろいろ打ち合わせしましたけども、はい、こう今アイディアとか、はい、今ポッと今浮かんでることありますか。あります。あのもうすでにもう今日来たこの豆丸さんがすごく素敵な佇まいなので、はい、うん、なんか可愛らしくなんか仕上がりそうだなっていうのと、はい、あと小三郎くん、あの今日初めてお会いしたんですけど本当可愛いしお利口さんで、はい、なんか何よりなんかキャラクターにしやすいというか、ね、もういや本当に、なんか可愛く描き上げたいなっていうイメージはちょっと頭の中ではもうできてきたので、はい、まあ、それをなんかもう楽しくもう描くだけだなとは思ってます。あ、本当ですか。はいはい、なんかあの僕いろいろグッズ作ってきて、うんうん、やっぱあの僕が出てくるだけじゃなくて、うん、ちょっと可愛らしいワンちゃんとか、うんうん、仲のいいお店とかも紹介してもらうことができたら最高だなと思ったんで、うん、今日はいいなんていうかな、つなぐつおつなぎできそうな雰囲気で良かったなと思ってます、はい、うんうん、はい、ありがたいです、はい、本当に、はい、そして今日あの今日豆丸のね、あのお父さん金城さんに言われたんですが、あのこれ T シャツをですねバサラさん、すごい T シャツをちゃんと着るんだったらプレゼントしますということでですね、僕ちゃんと宣伝しないといけません豆丸のですね金城さん、これでもこれなんかいいですよ ね背中もね、バック映ってる、あ、もうちょっと下ですね、ちょっと待ってくださいね、あ、ちょっとこうかな、あ、今映ってますこれですね、すごいね、これちょっと人気でそうですね僕も悩んでるんですよ、豆丸さんがね、あまりにもフィーバーしすぎてね、僕が来るのもなんか渋滞しないぐらいの程度でですね、なんかやってるでも本当今日ですね、さなえさん紹介できて、はい、豆丸さんに連れてくることができてよかったです。ありがとうございます、はい、そしてグッズできそうな雰囲気ですね。そうですね、はい、もう可愛く、はい、
できたらと思います、はい、楽しみにしていてください、はいはい、ということで今日は突然ですけれども突然お邪魔して、はい、で皆さんもですねぜひ豆丸さん遊びに来てください、はい、たまに僕もいますので、ね、僕に会えたら最高ですよじゃあ福原さんこれですね、はい、僕の YouTube サラバンジだよりって言うんですよ、はいはいはい、サラバンジというのは、はい、沖縄の言葉で絶好調って意味なんです。おなるほど。今が旬とか、はいはい、なので、はい、いつもですね今日も一日サラバンジって言って終わってますので、はい、一緒にやってもらっていいですか。わかりました、はいはい、じゃあ皆さん、はい、今日は日曜日の動画になりますので今日も素敵な日曜をお過ごしくださいませ、はい、今日も一日サラバンジ、はい、福原さなえさんでした。ありがとうございます。台本なしでもバッチリ天才